こんにちは、渡辺かりんです。ですね、明日はですね9月17日土曜日、土曜の夜9時からつぼみんレポート大賞をします。つぼみんっていうのはこれですね、膣トレなんですけど、膣の中には挿入しずに外側に挟む、それだけですごい効果があるんですね。そのレポートを皆さんに出してもらって、その出したレポートを内容発表と、それから商品を応募してくださった方に商品をプレゼント、どの商品をプレゼントするか発表する日です。ぜひ生でライブでご参加ください。つぼみんを持っていらっしゃる方、つぼみんを過去に買って、でメルマガを登録したままの方にはもうリンクをお知らせいたします。登録解除された方にはこちらから、ご案内ができないのでお知らせできないんですけど、あとですね、Facebook のグループページのつぼみんクラブの方にもご案内しております。明日ぜひ生でご参加ください。で、まだつぼみんを買ってない方はですね、有料になっちゃうんですけど、1000円の参加費になります。でも、もうもともとつぼみんを買おうかなって思ってらっしゃる方は、もう今からポチッと注文してくださったら無料でご参加できます。つぼみこんなちっちゃいんですけどすごい効果があるんですよ。昨日じゃなくて明日発表しますけどもね、例えば応募された方のレポートの一つに、つぼみんを使うようになり体の変化は大きいです、姿勢が良くなり胸の圧迫感がなくなり呼吸が楽になりました、そしてウエストにくびれが出てきました、腰周りのくびれが気持ちよくって自分で触ってしまうほど、足首が締まってきた、もともと立ち仕事をしているのでむくみがちだったんですけども、むくみにくくなりました、夜はふくらはぎが張っていましたがそれが楽になりましたとかね、他にもね、つぼみを落とす前として自動的に内ももとお尻周りに意識を向き、力が、必要、ここの力が必要だったのねと、むしろここさえ意識していればよかったのねと体で分かるようになりました。で、腰が反らないことで腰痛も数日で改善されたのは予想外の効果でした。すごいですね、腰痛も治るっていうのは他にもね、いろんな方々の証言であります。で、そして肝心の間具合の時、旦那様がおっしゃったんですね、〇〇〇と聞かれるほど反応は早かったです。明日全部発表しますけどね、リアルタイムでご参加できない方も1週間は録画がご覧になります。すでにつぼみん買ってるけど、いやそこまで効果がないよっていう方は、ちょっとした使い方が違ってたり、途中でね、使い方やめちゃったりしてる方がいらっしゃるかもしれません。そういう方はこの明日のつぼみんレポート大賞をご覧になりましたら、正しい使い方が分かると思います。そしてこんな効果があるんだなっていうことを前もって分かってると、その現象が現れるまでもうちょっと頑張ろうとか、なんか使い方が自分おかしいのかな、どこか変えてみようとか、そういう意識が働いて効果満点になります。なかなかね、気軽にみんなとシェアできないものだけに、周りにねつぼみん使ってない方とか、つぼみん使ってるっていうことが、膣トレをしてるっていうことが
恥ずかしくって言えないとか相談するとかシェアができない方にとっては明日はとってもいい機会になるんじゃないかなと思います。つぼみんクラブ、 Facebook のつぼみんクラブに入っていらっしゃる方、つぼみん、それはつぼみをお買いになってつぼみんクラブに入りたいですってことで合言葉を入れて私にメッセンジャーでメッセージくださるとご招待させていただいてるんですけど、つぼみん買ったけどなんかそういうところに入るの恥ずかしくって参加してないっていう方、お気軽にリクエストください。合言葉書いてね、それとかつぼみんの時々つぼみんのズームのお話し会するんですけど、そういうのなかなか参加できないっていう方も、他の人のお話聞いたことがないっていう方だとなかなか効果が出るまで実行できなかったりするかもしれません、そういう方もね明日お気軽にご参加ください。明日今夜かな明日かな直前にもう一度つぼみ今まで買ってくださった方でまだメルマガ登録を解除してない方には明日のズームリンクをお知らせします。 Facebook のつぼみクラブでもお知らせします。でまだつぼみ買ってない方は申し訳ないんですけど1000円の参加費になります。でももうつぼみほぼ使うぞって決めてる方はもうね今日からポチって押していただきますと品物は間に合わないかもしれないんですけども明日のつぼみレポート大賞には無料ご招待させていただきます。他の方の使い方聞くととっても参考になってモチベーション上がります。とてもデリケートなところに使うものなので、これですね、このちっちゃいですけど威力があるんです。人に相談できずに自分だけで使う方はまだいいんですけど一人だけですとねなんか引き出しの中に入れてずっと毎日眺めてますっていう方とねこの前お会いしました。月の器マルシェ行ってつぼみん買いましたっていう方いらっしゃってどうですかって聞いたらまだ使ってませんっておっしゃいまして、確かにねその気持ちもわかります。私もチツトレとかあんまり考えたことなかったです。そんなねなんかそういうところに意識を持つのってなんか自分でねちょっとおかしいとかね変態っぽいなと思うか思って意識をしずにずっと放置して何十年も暮らしてましたらもうね衰えました。そこが見てくださってありがとうございます。衰えましたのでその現象が体のいろんなところとかパートナーシップにも影響影を落とすんですよ。でもつぼみとか、その前から桜姫ショーツを開発して使ってみて徐々に変わったんですけどやっぱり決定的に変わったのはつぼみを使い出してからですね。もうその明日ね発表するつぼみんレポート大賞で皆さんの変化お聞きになるといや本当にチツトレって大事だなってよくお分かりになると思います。チツトレでもねいろいろあります。いろんなタイプのチツトレ今ねたくさんの方が発信されてますので私もねそういった中のトライしてみたんですけど合うもの合わないものいろいろありました。私の特徴としてはズボラです。三日坊主体質です。最初はね物珍しくって扱ってみるんですけどなんかそれを手にしただけでもう満足しちゃって好奇心がですねしぼむんですね。そんな三日坊主でズボラで飽き性な私なので優れたツールだったと思うんですけどなかなか成功しなかったです。ところがこのつぼみんはズボラな私でもできたんですね。
今ねお読みしたみたいに姿勢が良くなるんですよ。これは私姿勢改善教室に行ったことあるんですけど、そこではですね先生のおっしゃることがピンとこなくって、でそれは外側からスタイルを直そうっていう趣旨だったから内側から納得しないので、何回先生に直されても体が腑に落ちなくって成功しなかったんですね。ところがこのつぼみは内側から治るのでとっても分かりやすいです。明日のレポートでもよくそういうお話あります。腰痛が治ったっていうのが意外な効果だったっていう方は何人もいらっしゃいました。もちろん一番の目的はですねパートナーシップですね。パートナーシップっていうとぼやけた言い方で分かりにくいかもしれませんけど、ぶっちゃけ良い間具合ですね。間具合っていう方分かりにくい方には良いセックスです。中行きのセックスがしやすい。中行きの定義も人によっていろいろありますけども、中行きという中でも主に気の交流ができるセックスですね。これはもう溶け合う、もう夫婦和合和して合うという和合という、宇宙とも和合する感じですね。これができるようになるっていうのがつぼみんのすごい効果です。それが修行系のような辛いとか痛いとか苦痛を伴う修行じゃなくって、快感を感じてるうちにできてしまうという、もうすごい発明だなと、もう私自画自賛をしまくっています。もう自画自賛しているので、私の言葉から聞く方はまた言ってるなって、まあ、そりゃ開発した人はそう言うよねっていう感じで引いた目で思っちゃうかもしれませんが、でもねこれ明日のレポート、他の方々のレポートを聞いていただきますと分かると思うんですよ。すごい効果があるんだなって。ですからねぜひ聞いていただきたいなって思ってます。明日のつぼみんレポート大賞、驚きの効果が続々、つぼみんの効果証言大パレードです。私の口から言うよりか他の体験した方々が感動した証言を聞かれるとそうなんだなってすごいね納得されると思います。こんな私が言うのもなんですけど、こんなすごい簡単に膣トレができてしまうものがあるならもうどんどん皆さん活用されるといいです。でこれと一緒に使うのがいいのはふんどしパンツ。ふんどしパンツでも股間をピタッと密着しないことが条件のですね、ふんどしパンツといっても中にはつぼみつけてギュッと外陰部がですねギュッと挟んでもそこの上にピタッと布が密着しちゃうものですとよく効果が出ないんですね。まあ、桜姫ショーツも股間にはたっぷり空間を持ちますので桜姫ショーツが一番のおすすめですが、高いと思われる方は他のふんどしパンツでもいいですから、つぼみに使うといいです。でも高いんですけど先行投資でお股に最高の心地よさをプレゼントすると現実が豊かに巡っていきます。もう最初からつぼみんと桜姫ショーツのセットで使われるとすごい効果が現れます。でもって明日の皆さんのすごい効果が起こりましたっていう証言を聞かれるともっと効果が現れます。まあ、一人だけでこういったプライベートに使うものをトライされるよりか他の人の成功体験を聞かれるともうそれがね自分の未来の中に約束で
予定の中にスケジュールされますので、すぐといい使い方ができるようになります。で、第2弾のつぼみんレポート対象しますので、それに備えてもうつぼみんご購入してみてください。今からのお申し込みでも明日のつぼみんレポート対象には無料ご招待させていただきます。みんなで大和なでしこの優秀な恩人様を取り戻しましょう。日本の文化は恩人様がもう優れてたっていうことで、男性も能力をねいっぱい発揮できたんですね。それでみんなが調和する平和な社会を作っていました。今変化がいっぱいの令和の時代、そろそろ大和の幕開ができる恩人様を育てましょう。明日のつぼみんレポート大賞お待ちしてます。はい、では、あとですね、9月26日、ここの桜姫サロンで行いますイベント、あなたが地球に生まれた理由、恩人様の中で魂の記憶がよみがえる、これ募集中です。日曜日に募集しましたら、日曜日開催で募集しましたらもう即座に満席になりまして、それで増設で別の日曜日に開催しますと告知したら、そちらもすぐに埋まってしまった人気のイベントです。9月26日月曜日はですね、ちょうど新月なんです。新月の日にあなたが地球で生まれることを決意したその時の記憶を恩人様の中で思い出して、そしてね、その恩人様に入ってる間、すごい方に、宇宙の女神ネオさんに宇宙の源のエネルギーを恩人様の中に下ろしてもらいます。そしてご自分でもいろんなことを体感していただくんですけど、そのどんな宇宙の災害が起こっていたかっていうことを後からネオさんに解説してもらいます。それはこの皆さんが恩人様参拝終わった後、ここの桜姫サロンに戻ってきてもらって、グループでシェアさせていただきますので、自分の気づきと他の方の気づきが循環して、さらに広い大きな気づきが得られますので、とってもお得なイベントです。で、23日までにお申し込みくださった方には、私の最新の研究の大和のマグアイ縄文の H の成功という動画をプレゼントさせていただきます。2時間13分もぎっしり詰まってます。これを見ていただくと大和のマグアイができるようになります。で、それをご覧になってわからないことは、こちらで恩人様参拝の待ち時間の間、私に直接聞いていただくことができます。恩人様っていうのはこの隣の胸に外陰部の写実的な巨大なオブジェがありまして、その外陰部小陰唇を開いた中にトンネルになってまして、宇宙の子宮と地球の現実界を結ぶトンネルが、高価絢爛な花嫁衣装を崩した切れで作った地図の世界があります。その中に入っていただくっていうものなんですね。その中でお一人ずつ10分ずつぐらい瞑想していただくんです。宇宙のエネルギーがいっぱい降り注ぐ中、ご自分が地球でどんなことをやりたいかっていうことを決めて生まれてきた時の魂のワクワク感、もう魂がブルブル感動でやる気で打ち震える感じ、ちはやふる魂を思い出していただきます。で、出てきたらみんなでここでシェアして、どんなことが起こっていたかをネオさんに解説していただくという、もうてんこ盛りです。でもって特別謝恩価格、お祝いのお礼価格で提供させていただいておりますので、両方とも明日のつぼみんレポート対象、それからあなたが
地球に生まれた理由、その2つのイベントの申し込みは私のプロフのリンクに入っておりますので、直接詳しい内容をご覧になってお申し込みができるようになっております。ということで、ライブ最後まで聞いてくださってありがとうございました。ではイベントでお会いしましょう。